台風5号マリアは日本の東海上で発達中、現在暴風域を伴うようになりまして、明日には強い勢力となり、その後北日本へ接近あるいは上陸の恐れも出てきました。現在の台風5号マリアの状況ですけども、中心気圧は950ヘクトパスカル、この時間も北寄りに20キロの速さで進んでいるということになっております。衛星画像で見ていただきますと、この白い雲の塊、渦を巻いておりますのが台風5号マリアになります。この辺り海面水温の情報というのを重ねてみますと、水温26度から27度以上の海面水温の高いエリアというのをこの後も北上してくるという予想になっておりまして、明日には強い勢力にまで発達、その頃やや弱まりは見せるものを引き続き台風の勢力で日本付近へ近づくという恐れが出ております。この台風の進路なんですけども、昨日まで、それから今日にかけての最新のものを見ていただきますと、だんだんとこう真北から西寄りへとベースが速くなるごとに変わっていっているような状況になっております。この台風ですけども、今のところこの日曜日月曜日というところまでで、こちら東北地方の東側など広い範囲で影響が現れるということになりそう。また暴風域に入る可能性のエリアというところを見ていただきますと、関東北部から東北、北海道の一部にかけてと広い範囲ということになっております。週間予報で見てみますと、今のところ関東までは日曜日月曜日と晴れ猛暑のアイコンという感じなんですけども、東北方面見ていただきますと、最新の予想の方で12日月曜日山の日ですけども、予報が一気にこう悪化しているという状況、雨強まりやすく風の影響あるいは突風ですとか落雷、そういったことも含めですね、注意警戒する可能性というのが出てきております。北海道方面も太平洋側などやはり雨が降りやすいということになりまして、この台風5号につきましては今後も情報が更新されると強い雨の範囲変わってくるかとは思いますので、この後こまめに情報を確認いただければと思います。台風についての最新の状況はウェザーニュースアプリで確認いただけます。